激ヤバチェキです。激ヤバエロチェキ。とても危険な香りがするチェキたちを。これとかかわいい。そう、チェキ付きそう1日で売り切れソールドアウトになって買えなかったですって方いっぱいいたんだけどさ、私チェキめっちゃ取ったけどなと思ったんだけど、本当に本当に1日でソールドアウト？チェキの量えげつないんだけど。こちらで半分でございます。だからもうこんぐらい。たっぷり全てに心を込めてサインを書かさせていただきます。ご丁寧にね。届くのも楽しみ。ちょっといろんなタイプの絵がありますので、水着がどのタイプの水着が届くかお楽しみに。おお、自分でチェキ見ながらびっくりしちゃう。やば。チェキってちょっとダメな気がする。エロすぎ。チェキってやばい。なんか生々しい。やばくねこれ。大丈夫？チェキなんかちょっとやばいです。みんなこれどの写真見てもすごいです。
やばいです。ちょっとあ、これお気に入り、これかわいい、やばいけどショールームに見せちゃったらバンされそうなぐらいやばいし、チェキだから余計なんかいけない感じを醸し出してます。え、なんかこれ見ていいのみたいな感じを醸し出してる。これとかかわいい、これかわいい、なんか彼女の写真を自分で撮ったみたいな感じする。これとかなんかお泊まりの朝みたいな、撮ってくれた写真みたいじゃない？プライベート感がある感じですかね。そう、なんかチェキだと撮影じゃなくてなんかその撮ってくれたみたいな、取り合いっこした写真みたいでエロさが増す。これとか、どの写真もすごい。おお、どの写真もすごいです。楽しみに。ちょっと大切なサインを書かせていただくんだけどね。出る袋がこれっていう袋、で皆さんが事務所に送ってくれたプレゼントがようやくっていうか、お互いがタイミングがなくて受け取れなくて、ちょっとやっと受け取らせていただきました。ありがとうございます。お手紙を、すごいかわいい、なに？イプサ、え、かわいい、手ぬぐいみたい。薬用化粧水、嬉しい、ありがとうございます。お高そう、これも嬉しい、お泊まり用だ、お泊まり用の化粧水、ありがとう、めちゃくちゃありがたいです。お手紙も
ありがとうございます。嬉しい、使わせていただきます。ありがとう化粧水。ついてる、すごい。かわいい、ありがとう。めちゃくちゃかわいいお洋服、大人っぽくてかわいすぎ。小島さん着てそう。ありがとうございます。大切に着させていただきます。嬉しい。ワンピース、どこのワンピース、スナイデルのワンピースだ。すごい。これはなんだ、されてる。お、あ、待って、私のレッスン靴だプレゼントじゃない、私のレッスン靴です。忘れていった。一番大事に梱包されてるんですけど、ね。なんか開けた瞬間靴履いてて、しかもちょっと汚くて、え、誰か履いてると思ったら私が忘れていったレッスン靴です。ありがとうございます。忘れてました、しっかり。もう存在も忘れてた。これどこに忘れてったのかも思い出せない。その中に私の靴が入ってた。マネージャーさん、ありがとうございます。すいません、ご迷惑をおかけしました。よし、ちょっと洗面所に置こうっと。
私の充電器はどこに行ってしまったんでしょうか。一瞬携帯 LINE 見ます。